まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。先ほどの試合振り返ってみていかがですか？先ほどの試合は立ち上がりから、集中して入れて、後半の立ち上がりで1点決めることができて、その後相手に主導権握られて、決められてしまったけど、最後でセットプレーで点を取れて勝てたことがまず嬉しいです。次の試合では、相手が特徴なので、リーグ戦では1対1で引き分けているので、絶対勝って次に進みたいと思います。ありがとうございました。